おす山田です。愛知県の休業要請を受けまして、空手指南道場正義塾も昨日17日から5月の6日までお休みをすることになりました。普段稽古に来ている時間、皆さんはお家にいることになると思うんですけれども、ぜひその時間を使ってやってほしいなと思うことを今日はお話ししたいと思います。学校から宿題とか、ね、課題とかが出ていると思いますけれども、ぜひそれ以外に本を読んでください。最近、つくづく思うんですけれども、自分もですね、あまり、本を読む子供ではなかったんですが、あるきっかけがあって、本を読み出したら、ああもっと子供の頃から本を読んでおけばよかったなって本当に心から思いました。で、皆さんと話していると、最近は会話がすごく、まあ、単語の、羅列だったり、話があまり広がらなかったり、まあ、それは僕も悪いんですけれども、やっぱりもうちょっとこう物事を、一つの何か物事に対していろんな方向から考えるとか、逆にじっくり一つのことを考えるとか、そういう能力が必要じゃないかなと思いまして、まあ普段からね、本を読んで、くださいと、本を読んだ方がいいよっていう話は皆さんにはしてるんですけど、まあ、こうやって時間が、できたということは、そういう、まあ、チャンスができたということと捉えまして、ぜひですね、何でもいいです。ジャンルは空手の本でもいいですし、ただ漫画ではなくて、やっぱり活字が並んでいる文字が書いてある本がいいと思います。まあ、短くても長くても、難しくても簡単でも何でもいいので、やっぱりこう文字を追って本を読んで、情景を頭に浮かべたり、何かちょっと立ち止まって考えたりする、そういうことが必要かと思います。まあ、稽古に、来てくれる時間が、1時間半ぐらいあると思うんで、1時間半あれば、本はそこそこ読めます。まあ、ぜひですね、今度5月6日7日ですね、5月の7日に、みんなのね顔を見た時に、お、なんかこう本を読んでちょっと集中力ついたなっていうような、子になってほしいなと思います。また何か、お話ししたいことがありましたら、こんな感じで、お話ししたいと思います。それでは皆さん、手も洗い、うがいもして、体に気をつけて安全に過ごしてください。ありがとうございました。